こんにちは、ケイシーです。今東名高速道路を走行しているんですが、これからですね、高速道路を使ってとある無人駅に行ってみたいと思います。無人駅といったら規模が小さい、駅舎が小さいというイメージを持つ人もいると思うんですが、これから行く無人駅は規模が大きくて駅舎も大きくて、しかも高速道路のインターチェンジの近くにある、とても見応えのある無人駅なので、今回はそちらを皆さんにご紹介したいと思います。まずは豊田ジャンクションを左折して伊勢湾岸自動車道の方へ向かっていきます。この道を左折すると東海環状自動車道の方へ向かっていきます。今回は無人駅へ行くので伊勢湾岸自動車道の方を走行していきます。というわけで伊勢湾岸自動車道に入りました。この自動車道を走行して無人駅へ向かいます。伊勢湾岸自動車道を走行していると豊明インターチェンジが見えてきました。この豊明インターチェンジを降りて無人駅へ向かいます。豊明インターチェンジの先にある信号を右折すれば、その無人駅は近いです。というわけで、こちらが高速道路を使ってやってきた無人駅、豊明駅でございます。いやー、駅舎を見た限りだととても無人駅だとは思えませんよね。駅のロータリーも広々としていますからね。そして駅の周辺をご覧ください。休業中の喫茶店があります。コーヒーターミナルと懐かしいフォントで書かれていますよね。そして向こう側をご覧ください。ここでは全国じゃ見られないコンビニがあります。なんかクリーニングもできるみたいですね。それでは豊明駅の中へ入っていきましょう。この駅は豊明市の南北連絡橋にもなってるんですね。これは驚きました。そして下をご覧ください。階段には滑り止めのついたスロープがあります。車椅子や自転車で上り下りする人のために配慮されてるんですね。そして豊明駅の窓はステンドガラスになってるんですよ。これはすごくないですか。このステンドガラスを見るだけですごいおしゃれな無人駅に思えますよね。そして階段を上った先にはエレベーターがあります。そしてその先を進んでいくとシャッターで閉まった部分がありますね。これは有人駅だった頃窓口だったんじゃないかなって思います。そして改札口の周りをご覧ください。誰もいませんよ、そんだけ広い駅舎なのに。すごくないですか。そして豊明駅のすごいところは、これだけ大きい駅舎なのになんと券売機が一つしかないんですよ。しかもこの券売機、ボタンで押す方式の旧式になってるんですよ。これは懐かしいな。ちなみに旧式なのでミューチケットは買えないそうです。それでは170円で入場券を購入したので、豊明駅の中へ入っていきましょう。そして豊明駅の改札口に入場したんですが、この辺りも人がいなくて閑散としてますね。そして無人駅だだけあって自動改札機も3つしかありません。やっぱり利用者数が少ないからだと思いますね。そして自動精算機もなんだか懐かしいような感じがしますよね。インターホンもついてあるので、それを押せば駅員さんとも話ができるそうです。自動精算機の隣には IC カードをチャージできる機械もあります。これは便利でいいよな。この豊明駅はかつては有人駅だったんですが、2004年の8月に集中管理システムが搭載されて無人化になりました。自動改札機の隣にある白い壁がかつて有人駅だった名残だと思います。それでは次はホームの方に移動していきましょう。というわけで豊明駅のホームへやってきました。早速急行が通過するみたいです。お、来たぞ来たぞ来たぞ。おー、早い早い早い。今豊明駅の下りホームに来ているんですが、
この赤い電車が止まっている方が3番線で副本線、そして4番線が本線となっています。そして向こう側には名鉄なのにエメラルドグリーンの車両が止まっていますね。でこれちょっと調べてみたんですけど、これなんか保線で使われる車両のようですね。で今上りホームに来ているんですが、今これから列車が通過する5番線が本線で6番線が副本線になっています。お、また急行が来たぞ。おー、はい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 、豊明駅の6番線に普通東岡崎行きがやってきました。ここで待避を行うようです。ちなみにこの豊明駅は普通、準急、平吉田発着の急行のみが停車します。それ以外は全部通過するんですよね。でこの豊明駅は無人駅なんですが、普通の乗務員がホームから降りることがあるので、乗客に案内できる体制は十分に整っています。そして5番線には急行吉田吉田行きがやってきました。ここで普通東岡崎行きと関急接続するようです。というわけで急行吉田吉田行きと普通岩倉行きが発車していきます。でこの豊明駅は豊明市にある駅なんですが、豊明市の中心の駅かと言われるとそうでもないんですよね。というのも豊明市の中心駅は豊明駅ではなく、その隣の前後駅っていうところなんですよね。利用者数も豊明が5144人なのに対し、前後駅が2万1465人になっています。そして6番線を普通東岡崎行きが発車していきます。そしてこの豊明駅は大きい無人駅なだけあって、このホームにもエレベーターと待合室があります。待合室のある無人駅なんてなかなか聞きませんよね。まもなく4番線に電車が参ります。これは豊明駅の 1,2 番線の時刻表です。実は豊明駅は1番線から6番線まである3面6線の駅となっています。それでは次は 1,2 番線の方に移動していきましょう。というわけで豊明駅の 1,2 番ホームにやってきました。1,2 番線でしばらく待っていると豊明止まりの準急がやってきました。この列車は折り返し名古屋方面へ向かう列車になるようです。ズームでアップすればわかると思うんですけど、実は1,2番線の向こう側には豊明電車区があります。そしてホームを見ればわかると思うんですが、3番線から6番線まではちゃんと並んでるのに、1,2 番線だけやたら長いじゃないですか。実は1,2 番線は1997年に新設されたホームなんですよ。
そして1999年に豊明検車区ができて、2004年に無人化され巨大な無人駅になったわけです。そして1番線を準急左右行きが発車していきます。この豊明駅はほとんどの列車が通過するものの、豊明始発の準急や木田吉田発着の急行が必ず停車するので、不便さは全然感じさせません。また豊明駅の改札口では無人駅なのに自動販売機が4つもあるんですよ。これもすごいところですよね。それでは最後に豊明駅のもう一つの駅舎の方を見てこの動画を終わりたいと思います。そしてここが豊明駅の南口ですかね。さっきの駅舎と違うところは、駅舎の隣に駐車場があるところです。そして豊明駅の南口には卸売市場がありますね。というわけで今回は高速を使って豊明駅へ向かう動画でした。豊明駅は3面6線だけど無人駅、3面6線だけど列車がひっきりなしに通過する面白い駅です。皆さんも興味があれば豊明駅へ行ってみてはいかがでしょうか。私もまた豊明駅行ってみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。